はい。皆さん、こんにちは。ワタルグリビッシュです。今回は、プレイステーションのゲーム、沈黙の艦隊、ドラマチックモードの続きをプレイしていきたいと思います。前回までにボヤージ3までクリアしていますので、今回はボヤージ4ということになります。では、早速見ていきましょう。さて、赤字で艦隊の縦列の中にピタリと浮上してみせろということのようなので、ここからミッションが始まりそうですね。では、護衛艦隊の中に浮上ということです。護衛艦隊が一隻たりとも撃沈される前に、速やかにということだと思います。では、マップの方にね、移っていきたいと思います。まあ、矢印で青色が出てると思うんですね、左上に。これが、両艦。今回でいうと、海上自衛隊の艦隊ですね。護衛艦隊がいる方向だと思います。まず、こちらに向かって、速度を上げながら、進んでいきましょう。で、深度も今300なんですけども、容易に浮上できるように100メートルまで上げていきます。で、方位、048の方向にはロシア軍の艦隊、ちょうど見えてきましたね。なので、もうちょっと速度を上げて、この艦隊を振り切りつつ、護衛艦隊の方へと、向かっていきましょう。海上自衛隊の護衛艦隊の方ですね。対水ミサイル、爆雷かな、落としてきましたね。さあ、マップの左側の方には護衛艦隊が見えてきました。なので、この護衛艦隊が縦列の体系、艦隊体系を取っているので、この中にですね、このヤマトをうまく浮上させると、そういうミッションですね。は、送還しながら浮上させていきたいと思います。その間にも、ロシア軍のミサイルが、爆雷が飛んできてますが、ちょっとこれを一旦、かわしながらですね、一刻も早く、護衛艦隊の、この縦列体系の中に入っていきたいと思います。
では、護衛艦隊の中に入り込みましたので、浮上します。護衛艦隊の中に浮上。ロシアの軍艦が護衛艦隊に衝突、突貫を仕掛けてきたということで、このヤマトは護衛艦隊を離脱。トリカジ20度、ダウントリム10度。空母ミンスクのウェイキーにつけよう。まあ、ウェイキーというのは格好書きで書いてありますけど、航跡ですね。まあ、すぐ後ろにつけろと。まあ、そういうことですね。ロシア艦隊は、艦隊運動重視の縦列陣。ロシア艦隊は防御重視の輪形陣。まあ、これは2番を選んでおきます。その鉄壁の布陣を突破する、破るための作戦を展開。ウェイキー内から攻撃を行うということですね。震度10度に合わせて、優先誘導魚雷を発射。探知が落ちたときはアクティブソナーを撃つということです。ロシア艦隊3隻を撃沈。どの3隻かは問わない。ただし空母ミンスクは核爆発の恐れがあるため、対象としないとなっています。まあ、輪形陣ということであれば、おそらく真ん中に空母がいると思いますね。円の真ん中に空母がいると思うので、外側にいる護衛艦を沈めていきましょう。大型艦を狙うと魚雷の数が足りなくなるということなので、まあ、小型艦をね、中心に狙っていくということになるんだと思います。パッと見、真ん中にいるのが空母をミンスクですかね。これ以外をだから狙っていくということになるんだと思います。では早速ですね、まだ敵の耐水弾がないというところで、ノイズも少ないので、ホーミング弾当たると思うので、まずホーミング弾打っちゃいましょう。で、その後、本格的な戦闘が開始されたらですね、誘導弾へと切り替え、優先誘導弾ですね、切り替えていきたいと思います。当たりましたね。うまい具合に、魚雷2本で、バリアーグ、撃沈できました。これは大きいな。ホーミング弾はね、今みたいに魚雷を2本同時に撃てたりするので、これ大きいですよね。優先誘導弾はまあ基本的には1発ずつという動きにはなってしまうので、そこがね、本当に大きな違いだと思ってます。から優先誘導弾へと切り替えていきます。おお、近くで当たりすぎたな。これ、自分にもダメージ出てますね。そうだよね、ちょっと近すぎましたね。耐水弾本格的に撃っていきますね。至近弾だとね、ちょっとどうしてもこちらにもダメージが出てしまうので気をつけなきゃいけないところですが、しっかり距離を取って改めて撃っていきます。外れたな。そしたらすかさず次の誘導弾を撃っていきます。この一番最後尾にこのグロースミーをまず仕留めたいですよね。直撃。撃沈。そしたら次の標的をどこにするかなんですけども、このまま行くと一番当てやすいのが、ミンスクの左側にいる、まあ、護衛艦か、右側にいる護衛艦かということになるんですけども、ちょっと左に旋回していきましょう。で、速度を上げて近づきます。見えてきた、あそこですね。もうちょっと距離を詰めないと。いずれにしても当たらないかな。さあ、ちょうど当てやすい角度に入ってきたので、まだ魚雷に余裕がある状況なんで、思い切って使っていきましょう。で、距離が詰まってきたので、速度を、5ノットまで落とします。近すぎると、魚雷の衝撃波を
受けてしまうので、まあ、それを避けるということですね。ミサイル駆逐艦スピリットの船魚雷命中。そうだね、駆逐艦の方が巡洋艦より当然耐久力が低いと思うので、この駆逐艦を集中的に狙っていきましょう。外れちゃったかな。そしたらさらにやっていきます。まだ魚雷に無理はある。もう完全にこの駆逐艦、ミサイル駆逐艦に乗っ込んですね。直撃。沈んではいないようなので、さらに誘導弾しっかり撃っていきます。直撃。撃沈。これで3隻撃沈です。左舷後方距離1000サブにスクリューを足す。ビクター2級のロシア、減衰が迫っているというところですね。方位020、距離7000に潜水艦。立浪がやってきてくれたようです。立浪が、魚雷を撃っていきましたね。無弾頭ということなので、まあ、爆発はしない魚雷ですかね。そうか、ヤマトの核が誘爆するのを恐れて、ロシアの減衰が離れていくというのを見透かした立浪からの、この無弾頭の魚雷発射だったわけですね。はい。というわけで、デッドエンド、ボヤッジ4、プレイしてみました。
まあ、今回は水上艦、ロシア軍の水上艦3隻撃沈してみました。まあ、空母ミンスクはですね、まあ、今回は対象ではなかったということなんですけども、大型艦だともしかしたら魚雷の数が足りなかったり、魚雷の威力が足りなかったり、まあ、そういうことが今後起きていくのかなという気もします。では、今回はここまでにさせていただいて、次回ですね、またこの続きをプレイしていきたいと思います。